ムーミン、そこの椅子を持ってきて。ムーミン。まあ、ご本もいいけど、ママの言うことも聞いてくれなきゃ。椅子を持ってきてって言ったでしょ。ダメだよ、今一番面白いとこなんだから、うん、少しも手伝ってくれないんだから。ママ原稿を閉じる紐はどこにあったかね。はいはい、あ、地下室にありますよ。そうかい、忘れずにちゃんと取っといてくれたんだね、さすがママ。静かにしてよパパったら。本が読めないじゃないか。ムーミンには絵本が大切なように、パパにはこの原稿の一枚一枚が大切なんだ。これもそうだし、これもそうだ。しかしまあよく書いたもんだな。これがいくらダメでもきちんと整理して、やがて迎える島民をすっきりした気持ちで送る。言うなればこれが我が家の伝統である。わかるかね、ムーミン。まあ少しきつく言ってくださいな、パパ。ムーミンたらもう私が手伝ってって言ってもあの通りなんですから。うん、毎年今頃になるとみんなそれぞれ忙しい。ママは台所のいろんな道具をしまったり、パパは原稿の整理が終わったら屋根を直さなきゃね。今年はまた雪が多いらしい。僕だって忙しいんだよ。冬眠が始まったら本が読めないと思って一生懸命なんだ。だけどね、ムーミン、みんなで力を合わせて同じ気持ちで冬眠に備えた方が良くないこと？だけど僕本当は冬眠なんて好きじゃないや。本だって読めないし、のんのんとも遊べないんだもん。ま、じゃあパパのお手伝いが終わったら台所へも来てね。そうしてあげなさい。さて、紐はと。ママ、地下室のどこだね？道具箱の引き出しですよ。あったよ、ママ。これだけあれば来年もまた書きますぞ。おお、ムーミン。なんだ、所長さんか。どこ行くんだい？別にのんのんたちと遊ぼうと思ってさ、僕。そうかい、じゃあ気をつけてな。日が短くなったから早く帰るんだよ。はい。だね。どうしてわかるの？それはわかるさ。ムーミンとは友達じゃないか。釣れる？もうダメさ。魚たちも暖かい海を目指して川を下っちゃったんだ。じゃあなぜ釣りしてるの？他にすることがないからさ。ほら、昨日湖で遊んでいたじゃないか。ダメすぎるお姉ちゃん。このぐらいいいじゃないか。わかった、シラサギ。そうそう、次何なんだよ。ギね。ギか。ギでしょ、ちょっと難しいな。ほら、いつも砂ふきんが弾いてるやつだよ。そう、ギター。ダメじゃないの、ムーミンたら。本当インチキ。いつ来たの、ムーミン。
イマさん、僕も仲間に入れてよ。いいわ、じゃあ4人で続けましょうよ。ね、スニフ、いいわね。僕はいいけども。ミドっていうわよ。ありがとう。じゃあスニフ、ギターだったから次はアだよ。いあ、あは、あ、リー。リーは簡単さ。リース。スニフ、ダメよミ、私たちの名前は。うそ、じゃあ、スイカ。カギ。ギター。バカね、それは今言ったばかりじゃない。そうか、いいところまで行ったんだけども、ギそうなのよ、ギって難しいのよ。ねえ、ムーミン何かある？ギターは思いついたんだけど、ギだよね。だらしないわね、ムーミンたら。ほど、ジョミも。スナフキンはどうしてギター持ってんだろうね。そりゃギターが好きだからよ。じゃあどうして好きなのさ。好きなものは好きなのよ。あのギターには何かきっといい思い出があるんじゃないかしら。いい思い出ってどんなんだろう。スナフキン、スナフキン、なぜいつでもギターを持ってるの？みんなでね、あのギターにはきっとなんか思い出があるんじゃないかって言ってたんだ。ねえ、どんな思い出？
冬眠に入るのがそんなに悲しいのかしら。いやいや、そんな分からずやじゃないさ、ムーミンは。のんのんと喧嘩でもしたんだろう。それならいいんですけど、今夜のムーミンはどうもいつもと違う気がするんですけどね。違うんだ。花の砂吹きなんかじゃないんだ。いやあ、ウサギくん。ごめんよ。でも君にぶつけようとしたんじゃないんだよ。さあおいで、一緒に遊ぼう。大丈夫だよ。もうあんなことしないし、それにここは僕だけしか知らない秘密の隠れ家なんだよ。ねえ、だから一緒に遊ぼう。ムーミンを好きになってくれたのね。そうなんだよ、ママ。僕そのウサギさんと友達になるって約束したんだ。僕が帰ろうとしたらね、僕が帰ろうとするとね、ママずっとついてくるんだよ。でもね、ウサギさんのママが心配するよって言ったら山の方へ戻ってった。そう、じゃあまだ子供のウサギさんね。うん、こんなちっちゃくてね、赤い綺麗な目をしててとっても可愛いんだよ。話が弾んでるようだな、ムーミン。そうなんですよ、パパ。ムーミンたら山でウサギさんとお友達になったんですって。おお、それはよかった。どこで見つけたんだね、そのウサギさんは。いくらパパでもそれはちょっと言えないよ。おお、パパにも言えないところだって。一体どこだろうな。どうやら冬の到来だな。やがてこのムーミン谷も雪に埋もれ、
我々は新しく巡ってくる春のために冬眠に入る。しかしこの時期の辛さはスナフキン君と別れるということだ。冬は南の国で暮らし、春はムーミン谷へ帰ってくる。気ままなようだが、実は限りない孤独に耐えねばならない。真の勇気あるものでないとできないことだね。僕ちょっと行ってくる。どこへ行くんだね。お食事はムーミン。もう逃げられないぞ。ねえ、何してんのムーミン。わー、かわいいウサギ。どうしたのムーミン、そのウサギさん。どうしたっていいじゃないか。私にも抱かせて。いいよ、抱かせていましょう。いやー、かわいい。かわいいね。僕スニフってんだ、よろしく。そんなことわかるわけないでしょ、バカね。私うち持ってって買おうかしら。今買いたいけどお姉ちゃんがね。お兄様は許してくれるわ。ねえ、水浴び小屋が見えるよ。眺めだろ、ほらあれは教会の屋根かしら。そうね、じゃあ私の家は見えないかしら。あれは湖じゃない。ここから見るとずいぶん小さいのね。さ、ここに屋根作ってさ、周りぐるっと枯れ木で囲んでさ、それでここに扉。わかったわ、スニフ。小屋を作るって言ったよ。それはいい考えだわね。じゃあ入り口はこっち。そしたら窓はここにして。窓はあっちでさ。いかがにしてよ、君たち。ほうぜ。治ったよ。ごめんね、スナフキン。謝るのは僕の方さ。訳も言わずに取り上げたりして。僕も決してあんなことしないよ。あの時は
スナフキンがなぜいつもギターを持ってるのか、どんな秘密があるのか、とっても知りたかったんだ。でももういいんだ。自分だけの秘密は自分だけのものだっていうことが、僕分かったんだよ。僕はただ、ギターが好きなだけさ。ねえ、スナフキン、もっと弾いてよ。いいとも。吹き回し？僕も何かしたいんだよ。じゃあ書斎へ行ってパパの方手伝ってあげて。うん、僕手伝うよ。じゃあこれを地下室へ。はい。ねえもみ、こっち向いて。この葉の